公共団体、オートイコールコルス県のコミューン。かつてのピエーブである、ジョベリーナ地方に属する、小さなコミューンである。ジョベリーナは、コロ川流域に広がり、ピエディリジオ、プラトディジョベリーナ、ポポラスカ、カスティリオネから構成される。四つのコミューンのうちポポラスカだけが、コルス地域圏自然公園に属している。プラトディジョベリーナは、チント山のふもと、ポポラスカ連山の東。 コルス結晶岩の上にある、ポポラスカレン山の麓の山腹に腰掛けた、プラトディジョベリーナは、その領域には北、東、南に開けた無数の谷があり、そこを流れる小川は、ゴロ川に注いでいる。ゴロ川で区切られた東側は、コルス島の中央低地の一部で、狭くて距離が長いコルテの畝を軸とする堆積地帯で構成される。村は、 標高700メートルを超える場所に建設され、気候は厳しく、冬は寒く夏は暑い。コミュウムに目立った森林はないが、西洋ヒイラギガシ、ホワイトオーク、ヨーロッパ黒松の木立がある。ゴロ川沿いにおよそ1キロメートルにわたって、コミュウムの領域を横切る、国道20号線から遠くない。コルテからは20キロメートル離れている。最寄りの鉄道駅は、 6キロメートル離れたフランカルド駅である。村はゴロ川谷を見下ろしている。住宅はほとんどが改修された古い建物で漆喰の壁と赤いタイルの屋根が特徴である。古い建物はコミューンの領域全体に点在している。参照元1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたもの。 それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降は NSEE。ありがとうございます。